B8 は、川崎航空機工業が1962から1965年まで販売した 125cc の小型自動二輪車。125cc の2ストロークピストンバルブエンジンは、6000rpm で11馬力を発揮した。川崎航空機工業が、親会社である川崎重工業に吸収合併される、前のモデルであり、タンクエンブレムとサイドカバーのロゴは、 川崎ではなく、川崎エアクラフトが使用されている。前身モデルである B7 までは、川崎航空機工業がエンジンのみを設計し、車体は、子会社である、川崎明発工業が設計していたが、B8 は、エンジンから車体までを一貫して、川崎航空機工業が設計、製造した初の本格的オートバイである。川崎航空機工業のオートバイ部門は、 B7 以前のモデルの販売不振によって赤字が状態化し、親会社である川崎重工業から事業撤退を迫られていたが、B8 の販売が好調となったため、現在の川崎モータースへとつながるオートバイ事業が継続されることとなった。B8 は設計者である松本博之が自ら行ったディーラーでの聞き取り調査をもとに設計され、舗装道路が少なかった。 当時の道路事情に対応した低速でもトルクのある粘り強いエンジンと肉厚で耐久性のある車体、新設計のサスペンションを備え実用性の高さから人気を博した。派生車としてダブルシートを装着したツーリングモデルの B8T や排気量を 148cc に拡大した150バイト 8S がある。B8 の総派の高さは当時 国内で活況となりつつあったモトクロスレースでも有効であり B8 を改造したモトクロスレーサー B8M は1963年に兵庫県の青野ヶ原で開催された MFJ 兵庫支部主催の第1回モトクロスで1から6位までを独占して完全優勝し川崎のオートバイランドとしての地位を大きく向上させた B8M のレース活動は当初 社内の有志にいるものであったが、レースでの活躍を受けて、正式なワークスチームが組織され、川崎のレース活動の先駆けとなった。小関和夫、川崎マッハ技術者が語るリサイクル3機等の開発し、三木書房2008年12月 ISBN48 億9522万6549。ありがとうございます。